リアリティサムライ、運命だ。まあ、明日ちょっと配信するかわからんけど、まあ、できたらやりたいね、夜は。転売マスター山下って。副業マスター山下じゃなかったっけ？今、転売マスターになってるの、名前。めーん。そいつは実在しないんじゃないかって言われてるやつやっけ、確か、山下。目が若干いってる。これ、稼ぎすぎーってネタがあんの？転売で言えば、味噌菌まで転売されて、転売屋が儲かったらしいね。味噌菌の転売とか言って最初笑ってたけどさ、味噌菌の転売で儲かるらしいからな、普通に。転売屋大勝利やったらしいな。味噌菌。原島さん、味噌菌レビューの動画上げてんの？もうゲーム、クソゲー関係ないやん、それ。クソゲー紹介のチャンネル上げたらさ、もうクソやって言ってんのと一緒やん、それ。YouTuber と転売屋が取りすぎて一般人がま食えてんのやろ、ほんね。売り切れ早かった。みんなのさ、近くのコンビニには置いてた？味噌菌。わしは見かけんかったな。やっぱ京都やし、転売屋多いから、すぐかっさられたんかね。ヒカルが便乗して味噌を売るみたいやって。まあ、悲しいね、あの人も本当にもう。後追い後追いばっかで。置いてなかった、売り切れた。置いてた。ほとんどやっぱ売り切れてるな。ラーメンの転売。ラーメンってね、賞味期限が決まってるからさ。腐ったらもうね、どんぐらい賞味期限あるのか知らんけど、腐ったらもうゴミですから。ギリギリあった、東京に。へぇ。存在すら知らんかった。二番煎じの光くんになってるもんね、もう。もともとは自分がトレンドを作ってる側の人間やったのにさ。悲しいよな、ほんと。レペゼントかもそうやけど。カードの転売とかともかく、あんなカップ麺の転売買うやつがアホって。やっぱトレンドになってるからどうしても味わいたいんじゃない？昔ツイッターでヒカキンに媚び売ってた。ヒカキンはすごいよな、ほんとに。YouTuber にでもあれ全部案件やもんね、YouTuber に出してるやつ。案件であんだけ、ただでも買いたい人が買えないっていう状況になってて、ヒカキンもちょっと困ってきてる。あれやな。転売や対応はキワキで。YouTube といえば、ラファエルがパチンコ屋の営業を始めた。しかも2時間帯で150万。それで儲かるというか、くんの依頼。ラファエルにどれだけの価値があるんや、今。味噌菌普通にうまかったけど高い。ああ。300円以上すねんっけ？本人も稼ぐためだけじゃなくてやりたいからやってるのも。でもそれでね、ちゃんとしたファンに届いてないっていうのは問題よね、普通にね。カードの転売新しい時代に入ったから、手元にある程度資金がないと儲からない。あ、そうなんや。新時代。再販。再販したら転売や爆死やね。メルカリ見た時にさ、ふざけたもんいっぱい売ってて正直笑ったんやけど。なんか、味噌菌の湯気を浴びてたみかん3万円とかでなんか出してるバカなことで。味噌菌香味油入れ忘れたので出品してみましたとかさ。普通にテンスあるなと思った。味噌菌を買いに行った時に履いていた靴とかさ。もうアホやなと思って。外耳いっぱい湧いてたよ、メルカリに。頭おかしいよな。お値引き可能ですかとかコメントしやと思っちら。そいつもふざけてるんやろうけどさ。大喜利だらけやな。やってるやつはね、ネタ出してるやろ、絶対。売れると思ってないやろ。大喜利やと思ったらしいんちゃう。じゃなかったらやばいよ、ほんとに。ラファエル並び500。近くのパチスロエンジャ並び800。これだけでどちらが需要があるかも、確かにね。で、そのパチスロエン、スロパチエンジャの人の方が、ギャラは安いでしょ、もちろん。1個今2000円な、味噌菌。あっか。買うかよ、そんなもん。7倍ぐらいってことか。すごいな、7倍って。味噌菌とポケカセットってどんな抱き合わせやねん。ネタ転売たまにソールドアウトに増えてるって、本人が買ってるやん、それ。うまい味噌ラーメン食いに行くってもそうやな。回れ回れメリーゴーラン。もう決して止まらないよ。